殺せ殺せ。恐れるものは何もない。飛天御剣流、おう天かける竜のきらめき、出たー。何この手が届く限り誰一人たりとて死なせはしない。抜刀斎、貴様今でも姉さんの笑顔が見えるのか。貴様のザレ事などどうでもいい。姉さんが今笑っていないなら、姉さんの笑顔は誰のものでもない。俺は貴様に始末を下して、もう一度姉さんの笑顔を取り戻す。心中の時間だ。馬頭術決議、これで決着をつける。恐れるものは何もない。飛天御剣流、おう天かける竜のきらめき。前の時とはまるで違う。ああ、そうか。前の時、剣心は答えを見出せないまま迷いを抱えたまま戦った。だから天かける竜のひらめきをもってしても打ち勝てなかった。けど今は違う、答えを見出した。もう迷いもない。だから要の左足の一歩を強く強く踏み出せた。この一歩は前とは違う、剣心の新たなる一歩。姉さん、助けて姉さん。
力を貸して姉さん、姉さんさえ笑ってくれれば俺は誰にも負けない。俺はいくらでも強くなれる。だから笑って笑ってくれ姉さん。もう終わりにするんだエンジ。このまま続けばやがてお前は巴の笑顔を永遠に失ってしまう。しくしょう、姉さんはお前を許したとでも言いたいのか。姉さん悔しいよ。姉さんあんな奴を許さなくちゃならないの。しくしょう、しくしょう。犯した罪の償いはどんなに心血を注ごうとも誰かが許すことなしでは償いにならない。剣心が殺さずの戦いの中から見つけ出した自らのたった一つの答え、それは許されないで終わるかもしれない、報われない人生になるかもしれない。けれどそれでも彼は笑う。いっぱいの優しさの中にほんの少し悲しみを隠したいつもの笑顔で、人生を変わることはできないけれどせめてそばで支えていたい、ずっとそばで支えていたい。おや、おや。待っていた。落ちる船、すべてが死にゆくこの場ならば、誰の邪魔も入らない。お前との決着をここで。Hey!
術を流氷拳流水拳この刀に切れぬものはない。御庭番衆300年の武の神髄その身に刻め奥義回転拳部6連としても
絶対離れないんだから。